はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。本日より短期集中実用化講座、短期講座を開講させていただきます。これまで募集をしていた個別指導では来年の試験日までサポートを行っているんですけども、今回募集する短期集中実用化講座、こちらについては今年の試験日までがサポート期間となっています。まあ、その分値段はですね、個別指導の半額以下となっておりますので、受講しやすい価格となっております。この短期集中実用化講座のキーワード、これは時短です。短期間で実力をつけたい、無駄な勉強したくない、今年何としても合格したい、そういった方のための講座となっております。合格するための勉強法を実践していただけるので、ぜひこの最安値の期間中にご検討いただければと思います。短期集中実用化講座の詳細についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。 A が A の被用者 B の行為につき C に使用者責任を負う場合は、 C の B に対する損害賠償請求権が消滅事項にかかった場合、 A は事項を援用することによりC に対する損害賠償義務が消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。 A が使用者で B が被用者、 A が会社で B が従業員といったイメージですね。で、 C が被害者という状況です。で、使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は連帯債務の関係にあるんですね。つまり被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務を負うんですよ。で、たとえ一方が消滅事項にかかったとしても、それによって他方の債務は事項によって消滅はしません。つまり C の B に対する損害賠償請求権、これが消滅したとしても、つまり B さんの債務がなくなったと、事項によってなくなったとしても、A さんの債務は事項によってなくなるってことはないんですね。つまり A は損害賠償義務消滅しないんですよ。したがって誤りだということです。そしてこのレベルの問題が合否の分かれ目になると言える問題です。このあたりをしっかり理解しておくと合格につながりますし、逆に理解できていないと類題で失点してしまって、不合格の仲間入りになってしまいます。なのでしっかり理解をしておきましょう。で、今回は無料なので理解の仕方まではお伝えしていないんですけども、理解の仕方までぜひですね、頭に入れておきましょう。調べて頭に入れるってことまでやっておきましょう。短期講座では理解の仕方までお伝えしておりますので、受講者専用の、メルマガから理解の仕方をご確認ください。では問い2です。不正手段により免許を受けた者は300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの陛下に処せられる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、この4つに該当する者っていうのは300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの陛下、この陛下っていうのはどっちも受けるってことですね。このどっちも処せられます。したがって答えは丸です。で、ちなみにもし宅建業者法人だった場合っていうのは1億円以下の罰金になりますので、この点もですね合わせて覚えておきましょう。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない、丸か×かという問題です。で、答えはこれ誤りですね。工事の許可を受けた後に工事の計画を変更するときは原則知事の許可を受けなければなりません。今回の問題っていうのは許可ではなく届け出になってますね。これが誤りだということです。ただ例外的に軽微な変更であれば知事に届け出をするだけで大丈夫です。で、問題文はきちんと読みましょう。この解説を一回読んで、どういうことってもし思ったのであれば、それは問題文理解できていない証拠です。つまり、理解学習の重要性が分かっていたとしても実践できていないということなんですよね。で、実践できていないと実力は上がらないので、ちゃんと理解学習を実践していきましょう。で、はじめにもお伝えをした通り、本日より短期集中実用化講座、短期講座を開講させていただきます。これまで募集をしていた個別指導では来年の試験日までサポートを行っているんですけども、
今回募集する短期集中持続アップ講座、こちらについては今年の試験日までがサポート期間となっています。まあ、その分値段はですね、個別指導の半額以下となっておりますので、受講しやすい価格となっております。この短期集中実力アップ講座のキーワード、これは時短です。短期間で実力をつけたい、無駄な勉強したくない、今年何としても合格したい、そういった方のための講座となっております。合格するための勉強法を実践していただけるので、ぜひこの最安値の期間中にご検討いただければと思います。短期集中実力アップ講座の詳細についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。